はいどうもこんにちは、オニです。今回はですね、ゲームや PC、スマホなどで長時間使用しても疲れにくく、さらにはですね、映画や音楽鑑賞などリスニング用としても高音質で非常におすすめのヘッドホンをご紹介いたします。今回はですね、アーカーゲー編としまして、アーカーゲーのフラッグシップモデルである K702 とですね、1万円以下の価格帯としては非常に高音質な K240M2 の2台をご紹介いたします。はい、それではですね、 K702 見ていきましょう。まずこのアーカーゲーについてですが、ヨーロッパはオーストリアにあるウィーンの音響機器メーカーになります。ウィーンといったらね、やっぱりクラシックなんかが有名な街なんですが、その辺が関係しているのかはわからないんですが、あの音質の特徴としましては、全体的にはフラットなんですが、中高音域が特に強い印象ですね。あのきらびやかというか鮮やかというか、その辺が、はい。かといってですね、低音が全くスカスカとかいうわけではなく、あのロック好きな私としても、きっちりなってくれてるなといった印象です。はい。でこちら密閉型ではなく開放型のヘッドホンですので、基本的には室内での使用、になります。やっぱりね、多少あの音漏れが、しますので、はい。ただですね、やはりこの開放型の利点としては、密閉型に比べると耳への圧迫が非常に少ないので、長時間装着しても、疲れにくいと。あとですね、密閉型に比べるとやっぱり音像感が広めですね。あの音があの広く、聞こえると言いますか。ですので、なんていうんですかね、柔らかくリラックスして聞こえるみたいな特徴も、あるかなと思います。はい。でですね、気になるお値段の方なんですが、画面右側、これ、税別で3万ぐらいで書いてますが、これあくまで希望小売価格ですので、実際に Amazon の中でね、販売されている値段でいうと2万1000から2万3000ぐらいで、あります。でですね、さらに、私が昔からね、愛用させていただいている音響機器専門のネットショップなんですが、こちらサウンドハウスさんですと、このアーカーゲーの K702 が、税込みなんですが16,280円と、もうほぼ15,000円ぐらいで、買えますので、非常におすすめです。あのね、本当にこれね、実際このぐらいの、音質のヘッドホンを15,000円ぐらいで買えるっていうのは相当お得です。はい。ですので本当にね、興味持たれた方はぜひ、あともしこのモデルじゃなくても、あとヘッドホンじゃなくてもね、音響機器全般このサウンドハウスさん非常に安いので、ぜひねチェックしてみてください。最後に、もう一つ、非常におすすめな点が、やっぱりこの着脱式ケーブルになります。はい。これ本当に良くて、やっぱりね、ヘッドホンってタフに、毎日毎日使っていくと、やっぱりケーブルの断線なんかで、使い物にならなくなるみたいなこと結構あるんですけど、このね、この辺のアーカーゲーのモデルだと、ケーブルだけね、簡単に交換することが可能なので、元さえ壊れてなければ、ただのね、ケーブルの断線ぐらいだったら、それ交換するだけで、また通常通り普通に使うことができるので非常におすすめです。しかもこのケーブル、安いものだとだいたいね700-800円ぐらいから、売られています。概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい。あとですね、これ例えば PC でヘッドホンを使った後、テレビモニターとして使いたい、もしくはゲームでこのヘッドホンを使いたいという場合に、根元の抜き差しをせずにケーブルをですね、事前に 2,3 本とか用意して挿しておけば、その着脱式の部分だけ外すことで、簡単にすぐ PC 用であったりゲーム用とかでヘッドホンを使い分けることができるので、これもめちゃくちゃ、おすすめです。はい。本当に、はい、実際に私そうやって使ってるんですが、はい。
ぜひね気になった方はチェックしてみてください。はい、続いてご紹介するのがこちら、アーカーゲーの K240M2 になります。はい、こちらもね702同様開放型のヘッドホンです。早速ちょっとお値段の方見ていきましょうかね。これ先ほどと同様この15,000税別っていうのは希望小売価格ですので、実際の販売価格サウンドハウスさんの価格を見ていきましょう。税込みで8,778円ですね。1万切ってきてます。実際これ1万円以下のヘッドホンとしては、だいぶ高性能で非常におすすめです。はい、あとですね、これ付属品がねこのモデル非常に充実してまして、このヘッドホンも702と同じで着脱式のケーブルなんで、その辺もお得ですし、元からねケーブルこれ2本入ってるんですよこのモデル。あとさらにねイヤーパッドがベロアのが1つとレザー調が1つと、ね、汚れたら交換可能なのでそこも利点ですし、すごい手厚いんですよねこのモデル。はい、音質に関してですが、702で説明した感じと基本的には近いですね。はい、さすがにフラッグシップモデルと比べると音の粒の感じがちょっとだけ荒いかなっていう感じはしますが、そこまでは気にならないですし、入門用モデルのヘッドホンとしてはもう十分すぎるほどの性能かなと思いますので、はい、ぜひね、ちょっと一度ある程度ちゃんとしたヘッドホンちょっと使ってみたいな、使ったことないなっていう方には特におすすめのモデルですので、ぜひチェックしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。私自身ですね、昔10年ほどですかね、音楽活動をしていまして、そのプロのレコーディングスタジオで、メンバーやエンジニアさんとこもって、録音からねマスタリングまでと、楽曲制作の裏側を、知っているんですが、その上でですね、皆さんが日頃耳にされている、ゲームの音楽やアーティストさんの楽曲、その一曲一曲がですね、これなかなかの労力と、時間、そしてお金が、使われています。ですので本当にね少しでもいい環境で、そういった楽曲をね、聞いていただけたら、嬉しいなと、思います。はい、今回の動画は以上となります。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。それではまたごきげんよう。また会おう。